崎チャンネル。じゃん。こんにちは。今日はですね、はい、里崎チャンネル趣向を変えましてね、はい、暴露していきたいと思います。暴露、はい、まあちょっと最近流行ってますからね、ちょっと暴露っていうのが。流行ってるんですか。流行ってますよね。ザッキーチャンネル。ザッキーチャンネル。え、ザッキーチャンネルなんですか。ザーキー的な。はい。佐藤さんもちょっと見て感化されてるんじゃないですか。いやー、そんなことないと思うけども。乗っかろうとしてるんです、ちょっと。今ちょっとバッテロー来てるな、みたいな。今日はですね、うん、野球界の遊びについて、うん、ちょっと暴露していきたいと思います。じゃあ、皆さんもそうですけど、はい、第一印象として、うん、プロ野球選手は遊んでると思いますか、はい、そんなに遊んでないと思いますか。遊んでると思います。そうなん？なんかこう、ざっくりとしたイメージですよ。うん、野球選手はチャラい人が多い、みたいな、こう、印象はありますよ、やっぱり。じゃあ、うん、野球選手と J リーガーは、どっちがチャラいですか、うんはい、なんか、チャラさの質が違いそうなんですよ、ね。どういう質？どういう質よ。わかんない。でも、両方チャラそうってイメージはある。でも、あれよ、元 J リーガーの人に聞いたら、はい、エビスで、マンツーマンディフェンスよ。要は、ゾーンプレスじゃないのよ、うん。ゾーンプレスっていうのは、はい、多くの人数で、わかりますよ。わかる。ゾーンでこう、ディフェンスしていて、で、はい、相手と対峙するよりも、うんはい、マンツーマンディフェンスで、はい、エビスの個室で、うん、革のシートでこうあーっていう、ね、それでもマンツーマンだったら普通にデートじゃないですか。まあまあそうなるね、はい、だからどういうチャラさの違い、そういう J リーガーはそういうのがあるらしいんだよ、はい、俺の聞いた話によると、はい、その動画はね、こちらの動画お楽しみください。じゃあマンツーマンディフェンスはもうただのデート、まあ、デート別にでもマンツーマンってのは 2-2 ぐらいらしいけどね。J リーガー食事あるんですか。私全くないですよ。お仕事もニュースでサッカーは伝えてたんですけど、うん、サッカー取材は私行くことがなかったので、うん、全くお会いしたことないですね。野球選手と食事会は行ったことあるんでしょ。あ、ないですよ。あるじゃん。え、俺と。あ、元野球選手ね。はい。ツードン大ってうどんめっちゃ食ってんじゃん。そうですね。でもやっぱ遊んでるってイメージ多いじゃん。あ、そう、あと遠征があるっていうのもなんかイメージはね。でもよ、はい、俺はもうこれをみんなにちょっと意識の改革をしてほしい、うん、11時ぐらいから出かけるのよ、はい、その食事とかに、はい、だって試合終わってから行くからね、はい、それで、店が空いてるとこって限られるやん。そういう、もう夜の街、繁華街行くしかないのね、うん。で、朝まで飲んでるイメージあるでしょ、皆さん。なんかありますね。うん、でも、開始が11時、12時、はい。朝まで飲む、うん。5時まで飲んだとしても、はい、所詮5、6時間。はい、普通の人6時からでしょ。まあ大体7時8時から飲んで、まあ夜24時の終電で帰ろうみたいなイメージですね、うんうん、で一緒じゃん、時間配分、うん、で遊んでないでしょ、うん、いや、なんだろうな、なんか時間じゃないんですよ。時間じゃなくて何しかも昼間で寝るから、はい、昼間で寝るのよ、そっから、はい、12時ぐらいまで、うんうん、睡眠時間バッチリ取れてるからで。まあそうですね、うん、5時に帰ってね、5時半とか6時に寝ても6時間、はい、7時間は楽勝で寝てるのよ。あれですよ、こっちからすると、うん、じゃあその何時間飲んでますっていうのはやっぱどういう方々と誰と飲んでるんですかみたいなのがやっぱ気になるわけですよ。でもよ、サラリーマンの人も普通に飲み会宴会あるでしょっていう。あ、もうありますね。一緒じゃん。分かった。野球選手はやっぱモテる方が多いじゃないですか。うん、うん、だからあんまりなんか健全な飲み方をしてなさそうみたいなイメージ。健全。あとね、モデルとか、はい、そういう業界の人とかと、あ、そうそう、なんか派手に飲んでるみたいなイメージあるでしょ。イメージ、イメージ、そうそうそう。これをもう一つ言うとすれば、そういう業種の人しかその時間一緒に飲めない、はい、あ、まあ確かに。私はサラリーマンっていうか、うん、やっぱり会社員だとそういう時間帯にやっぱお付き合いできないですよね。9時5時ぐらいの仕事体系の人たちは、うん、無理じゃん。無理ですね。だからそういうフリーランス的な業種の、うんうん、タレントさんとかの方が時間軸が合うのよ、うん、そうですね。だからそういう方が出会うこととかも多いし、はい、プロ野球選手よく女子アナの人と結婚するじゃん、はい、やっぱり女子アナが好きなのとかね、うん、女子アナの人をやっぱり野球選手好きなのとかって言うけども、うんうん、はい、テレビ局の人たちは野球選手と仲良くなりたいじゃん、その方が仕事しやすいじゃん、うん、ってなった時にディレクターとかプロデューサーの人とご飯行こうよってなった時に、うん、あ、行きましょうって言って行くと女子アナがいるのよ。大体連れて行くるとかですね。そうそうそう、うんうん、でそしたらそこで出会って結婚する人とか多い、うん、まあ、残念ながらロッテだけ12球団で唯一過去の歴史紐解いても、はい、女子アナと結婚した人0人です。え、本当ですか。え、その全局合わせて。うん、え、なぜなら知ってる。はい、取材に来ないから。そうだよ。そうなんだ。ロッテだけよ。他の全12球団、11球団は、はい、ローカル局のアナウンサーもいるじゃん。でも楽天だけは、まだ楽天の選手と、その仙台の放送局の人が結婚したことは一度もないんですよ。でも楽天に行った人、
あるでしょ。今のところ仙台の放送局の人と結婚した人は一人もいないんですよ。まあ楽天ちょっと歴史がまだ浅いからね。そうですね。調べてみる。浅村、まあ、放送局というよりはフリーのだからアナウンサーだからそれもいないよ。フリーのアナウンサーも。あ、そうなんですか。そう、ロッテは。しかも結婚したのが楽天行ってからだからね。え、でも東京のディレクターの方とかとご飯食べたりしなかったんですか。するよ、優勝する時だけね。はい。そんなに連れてこなかったんですか。連れてくるけど、はい、でも別に、うん、その結婚した人は一人もいない。でしかもね、はい、ロッテに来る女子アナの人はね、うん、全員とは言わないよ。大半が三塁側に行くから。ああ、そっか。相手チームの取材なんですね。パリーグの取材は、うん、ほぼキー局はマリンだから。うん、それなんでかっていうと、うん、まあ、交流戦以外はマリンと西武しかないじゃんね。はい、で、西武ちょっと行きづらいのね。うんうん、東京のテレビ局から。はい、で、マリンだったら湾岸通ってすぐ着くじゃん。うん、だから、過去でも大谷とかダルビッシュ、うん、今柳田戦が、はい、山本由伸、マー君、岸とか、うん、全部マリンで取材してる。へー。三塁側。じゃあ今後は佐々木朗希投手とかに期待ですね。そうだね、うん。だからまあメジャー行ってからとかあるんじゃない。ああ、行ってから。でしかも今のプロ野球選手、はい、全く遊んでないと思う。一瞬のロッテの一部の選手以外は。一瞬のああ、はい。もう刺しました。刺しました。今もうなんだっけ、なんちゃって。今のプロ野球選手、はい、全く遊んでないと思う。やっぱこれコロナ禍になって、出れないからね、うん。キャンプでも外出禁止だったりもするだろうし、うん、飲食とかもなかなか平気で、ね、じゃあ行ってくるわ、みたいな感じで。だからまた俺らの時の方が遊んでたと思うけど、はい、今の人たちはもっと遊んでないと思う。そうですね。だから多分税金すごい高いと思う。経費ほぼないから。なんか昔はよく、その遠征先のところでまたいろんな人と遊んで、なんかやってるみたいな聞いてましたけど、うん、今なかなかそっか、遠征先行ってもじゃあ、試合終わった後に飲みに行こうってできないわけですね。できない、できない。だからそのね、昔の人とかはなんか一晩で、なんか一回清原さんとかなんかの YouTube でなんか4、500万使ったとか、みたいなこと言ってたけど、はい、俺なんて多分一晩で最高額、はい、多分2、30万だと思うよ。へー。でもそんなんももう一回とかだけね。俺飲み屋さん行かないから、はい、飲み屋さん行かなかったら、使わないもんね。はい、そんな高い。その2、30万使ったのも1回だけで、はい、1回キャンプの時に、メディアクルー全員で食事会しましょうって言って、はい、俺が、みんなで焼肉行ったの。20何人も、はいはい。それ全部払ったから、うん、30万ぐらい行ったけど、はい、多分それマックスよ。この間あれですよ、まあ、スポーツナビで YouTube やらせていただいてて、うんうん、佐藤さんも出ていただきましたけど、うんうん、この間西岡さんいらっしゃって、うんうん、西岡さんが佐藤さんと遊んだって話してましたよ。うんうん、どこで遊んだかな。そこまで詳しいことはオープンでは言ってなかったですけど、うんうんうん、佐藤さんと遊んだって言って。佐藤さんは一番共演したくないのは俺じゃないかな、全部暴露するからとか言ってましたよ。逆に俺に暴露された方が困るよ。じゃあ出て暴露し合ってほしいですね。面白そう。俺とかほぼ一人で出かけてたからね。知り合いの店があって、うんうん、そこに一人で行って、はい、そこのマスターとかと喋って、はい、札幌なんてそこ一人で行って、うん、そこに出前取ってお寿司食べて、はい、でちょっとお酒飲んでそのマスターと喋っても帰るみたいな。へー。あれですか、この動画なんか暴露って言ってて、野球選手はそんなに遊んでないんですよ、健全ですよっていうのを訴える暴露ですか。そうそう、っていうのを気づいてほしいっていう。なんかもっと派手なの期待してましたよ、今話題の方みたいに。いや派手なのそんなないよ、特にロッテは。まあ俺ロッテのことしか知らないからね。そうですね、ロッテ一筋でしたからね、うん、俺ロッテのことしか知らないけど、うんうん、多分あれですね、世の中の野球選手が遊んでそうっていうのは多分女の子に絶対モテないっていう苦労が絶対多分ないと思うんですよ、うんうん、多分モテるだろうから、うん、そうチャラそうってイメージはあると思います。でも絶対俺はサラリーマンの人とかの方が遊んでると思うよ。だって予定組みやすいやん。じゃあ試合終わってからご飯行こうよ、はい、何時から、終わったらねっていう、うんうんうん、いつ終わるか分かんないからね。女の子もこうあまり忙しい人はちょっと合わないですね。そうそう、だからそういうふうなフリーのところに偏ったりとか、うんはい、そういう人たちと出会うことが多くて結婚してる人が多い、うんうん、そういうやっぱ出会いは納得しますね。そう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 、うん、だから何気によ、うん、俺は特別野球選手が遊んでるとは思わない。多分みんな信用しないと思うけど、うん、ほぼほぼそんな言うほど出歩けないし、時間も拘束されるからね、うん、だからイメージ先行は多いね。真面目なやつはほんと真面目なやつも多いし、だそういったところを今日は訴えかけたかった、そういう暴露です。また今度真面目だった人教えてください。昨日イベントで一緒だった、はい、上野真面目だよ。おー上野ひろしさん、マジで、うん、俺がキャンプの時に、はい、うん、俺は誰かと常にグループになってるわけじゃないから、はい、誰も連れて行ってもらってないんちゃうっていうやつを誘ってやるタイプなので、うんうんうん、で上野行ってないんちゃうと思って、はい、で上あ飲み行くか休みの前の日って言ったら、うんうん、いや僕飲まないんでって言われたの、はい、いやそういう意味じゃないじゃん。あ、お酒飲まれない方ってことですか。うん、でも、うん、そういうことじゃない、そういうことじゃないじゃん。飲みに行こうってお酒を飲もうっていう意味じゃない、もうちょっとざっくりした、ね、そう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 、ご飯行こうみたいなもんじゃん、はい、うん、
でも、あ、お酒飲まないんで、あ、じゃあいいか、うん、はい、おん、みたいな。家に帰ってこうゆっくりしたい。でもキャンプだからね、キャンプ中だから、ね、キャンプ中か、うんうん、で逆に岡ちゃんとかは、はい、岡ちゃん育成から試合家になったからそう、はい、あんまりそのなんていうの、うん、いなかったんだろうね、うん、その一緒に連れて行ってくれる人が、はい、ご飯連れてってくださいよって言うから、おーじゃあ行くかって言って岡ちゃんとか誘って、だから俺来るもの拒まずだから、はい、じゃあ岡ちゃん行こうよって言って、うん、ご飯いっぱい食べて連れて行ってやって、はい、いろいろ遊び方教えてやったら、うん、気づいたら育っていった、育っていった、独立していったんですね。独立していった。でも俺は独立していかないやつはレギュラーになれないと思ってる。そうですね、レギュラーになってお金をこうどんどん稼いでいった人が独立して で若いやつを連れて行ってやるっていう風に、はいね、俺も最初は福浦さんとひろゆきとかと一緒に出かけて行ってて、うん、だってご飯行くとこもさ、その夜空いてるとこなんてグルナビで調べても分かんないよ、うん、でそれをやっぱ教えてもらわなきゃいけないから、はい、先輩にこういう店あるよとか、うん、こういうとこ空いてるよとか、うん、こういうとこ融通聞くよみたいなところで教えてもらったりしながら、そこで一本立ちしていくんだけど、お金稼げないやつは一本立ちできないからずっとついてんのよ下に、ごちそうしてもらう側というか、そうそうそう、でもずっとついてるといつかは旅立たないと一生レギュラーになっていかない、はい、俺の見た感じ、遊びの方でも、そうそう、一歩独立していって連れて行って、うん、みたいなことをしないようなやつは多分レギュラーになれない、はい、お金なくてもね、はい、なくても、そう、気持ちの問題はそこ一本、うん、そこがやっぱ自立やと思うね、遊びも仕事も、そうそう、自立していかないと大事ですね、うんうん、その代わりプロ野球選手だからってそんな遊んでるわけじゃないですよっていう、うん、っていう暴露です、うん、納得できないですか、ふーんっていう、はあ、じゃあ続いてはいつもね、はい、やってるつぼなみさんのやつで、はい、他の人にプロ野球選手で遊んでるんですかって聞いてみてください、はい、あ、ちょっと聞けたら聞いてみますね、はい、どんぐらい遊んだんですかって、はい、はい、そうそうそう、はい